それでは計算基礎学1の第3回の授業を始めたいと思います。まず前回第2回の授業のまとめです。前回は二進数から符号付き整数の表現2の歩数について学びました。でそれから実数を有限桁で近似するアイディアと、それから不動小数について説明を行いました。でその不動小数の中では絶対誤差や相対誤差について説明をしまして、また不動小数の丸め誤差、それからマシンイプシロンについて紹介をしました。で最後に不動小数でよく使われている規格としまして、 IEEE 不動小数規格について紹介をしました。で今回は多倍長多精度整数の表記と加算について見ていきたいと思います。ということで、その多精度整数の表記と加算ということで、テキストを持っている人は15ページのセクション 2.1.5 から見ていってください。で、この多倍長演算、テキストでは多精度演算というふうになっておりますけれども、今後この授業においてですね、整数や有理数などの数は正確に行うことを前提とします。正確にといいましても、計算機の資源は有限ですから、どこまでも無限に正確に行うことは不可能、一般には不可能ではありますが、具体的にはそのメモリの容量が許す限り正確に行うということを前提に進みます。でそこでこのセクションではその多精度演算について学ぶわけですけれども、これ多精度演算の精度という言葉は英語でこの言葉はマルチプルプレシジョンアリスメティックという言葉から来ているおりまして、プレシジョンというのは精度を指すわけですけれども、日本語ではこの精度という部分はですね、どちらかというと多倍長演算と呼ばれることが多いですので、今後は主にこの多倍長演算と呼ぶことにします。で僕は多倍長演算といったときにはこのテキストでいう多精度演算のことを指しておりますので、今後注意してください。それからと、多倍長演算、多精度演算のその他の呼び方としましては、任意精度演算といった呼び方がございます。Arbitrary Precision Arithmetic っていうんですけれども、この任意っていうのがこの Arbitrary という英語に対応しているという呼び方もあります。さて、この多倍長演算の考える動機なんですけれども、ここで考えることは、メモリの1ワードに収まりきれない大きな数の演算をどのように行うかということです。で大抵計算機で行われる演算というのはワード単位ですね。例えば1ワードが32ビットでしたら、例えば符号付き整数もしくは符号なし整数で32ビットまでで表現できる数の範囲の計算であれば、CPU で直接計算ができますと。でしかしながら、実際に現実の世界で扱われる数というのは、もっと大きい数を扱う場合が多いわけですね。例えば皆さん、今はわざわざ家庭で電卓を持っている人も少ないかもしれませんけれども、大体日本でよく使われている電卓っていうのは10進8桁が普通でして、そうすると家計簿の計算などであれば、大体10進8桁があれば家では使うお金の金額の計算とはほぼ間に合うと思うんですけれども、ただ例えばより大きな組織になりますと、その10進8桁ではお金の計算も間に合わないという場合があるわけですね。例えば日本の国の予算は今大体今年度は110何兆円ぐらいでしたっけ。そうすると、受信8桁で収まらないような計算もあるわけです。でそういった1ワードに収まらないような計算を正確に行うために、どのようなアイデアを使いましょうかっていうのがここで考える話です。でここでは例としまして、その1ワードを電卓1個で表した場合に、これをどうやって電卓1個で表示しきれないような数を扱うかってことですね。で、ルールとしましては、電卓は同じものを何個でもとりあえず使用可能であるということにしたいと思います。
で、そうしますと、まあ、素朴に思いつくアイデアとしては、その必要な桁数の分だけ電卓を並べて計算すればいいじゃないかということになるわけですね。まあ、例えば、この写真にある電卓は実際に我が家で使っている電卓なんですけれども、電卓1個じゃ間に合わない計算だったら、じゃあコピペして電卓増やせばいいじゃないかと。もちろん現実の世界の電卓はコピペで増えるわけではないんですが、計算機のメモリーですと、電卓1個分よりはより大きなメモリーの領域がありますから、そういった領域を使えばよいと。で、例えばこの電卓の場合ですと、もともと1個の電卓で10進8桁の計算ができますので、例えばここのスライドにありますように5個電卓を用意すれば、単純計算で40桁分のこう計算の領域が確保できるでしょうと、そういうアイデアなわけです。で、多倍長演算の基本的なアイデアというのはこれなんですね。電卓をたくさん用意すると。で、ただしコンピューターの中でその、電卓をたくさん用意するっていうわけにはいかなくて、もちろん CPU は増やすコンピューターで増やせるわけにはいきません。そこでどうするかっていうと、この各桁数の情報を保持するメモリーをたくさん使いましょうと、そういうことになります。だから、CPU は1個しかないんですなくて、で、1回の演算は1ワードずつ行うんですけれども、そのメモリーを何ワードか使って、でそこに大きな数の情報を全部保持しておくことで、その1ワードで扱いきれない大きな数を演算を扱いましょうと、そういう話になります。で、そこで、じゃあその多倍長演算を計算機上でどうやって実現するかという話をちょっとこれから考えていきたいと思います。で、とりあえず手っ取り早くですね、簡単な演算からいきますと、非負整数ですね。符号を含めるとちょっと面倒なので、とりあえず符号なしの整数の多倍長の演算を考えてみましょうと。で、整数演算を多倍長で考えると、整数の型のことを多倍長整数というふうにも呼びますけれども、とりあえずは、非負での整数の多倍長の演算を考えていきたいと思います。で、何を考えなければならないかといいますと、大きく2つありまして、1つはデータの表現ですね。今、与えられている計算機のメモリで、たくさんの桁の数をどうやってメモリ上に保持するか、どういうルールでそのメモリの中身を扱うかと、まずそれを決めておく必要があります。で、もう一つは演算の手順ですね。これから扱う数というのはそのメモリの複数のワードに分けて格納されると思いますので、それらのワードに対してどのような手順でちゃんと上位桁とか下位桁を区別して演算を行うかと、そこをきちっと決めていく必要があります。ということで、この2つですね、データの表現と演算の手順についてこれから見ていきたいと思います。で、まずデータの表現なんですけれども、ここではいくつか数学ですので記号を導入しますが、まず A をこれから表す整数、数値というふうにします。で、K をですね、この A という整数を表すために必要なメモリのワード数と、ワードの個数ということにします。で、それから A の0から A の K-1 というのを、その具体的にこの整数 A を表す各ワードですね。A の0から A の K-1 も整数なんですけれども、その A を表すためのその各ワードの数というふうにします。で、そこで、この A0 から AK-1 というこの A を表すワードをどのように使うかというと、基本的には先ほどの電卓を並べたような数と同じでですね、その A の K-1 から A の0を、あるルールに沿ってこう並べましょうと。で、これで、見かけは、桁数が多くなるでしょうと、そういうわけです。で、もう少し具体的な並べ方を言いますと、A の0がその一番下位の桁ですね。1の位から2の、ちなみにこれ今はその1ワードの大きさを N ビットというふうにしますと、各ですね、A0 っていうのは1の位から2の N 乗マイナス1、2の N 乗、2の N マイナス1乗かな、2の N マイナス1乗の位までのこう桁を表すと。
で同じように A の1、A の2、A の3というふうにそのより上位桁に割り当てていきまして、まあ、最上位桁の表すワードは A の K-1 を使うというふうにします。で、この使い方を一応数式で表しますと、これが A の i っていうのはこの各ワードの値ですね。例えば最下位の桁であればここに A の0ときて、で、そこがどの位を表すかっていうのはこの2の ni 乗というところにかかってるんですけれども、まあこれ A の0ですと、i が0ですから ここが1になるということで、まあこのような形でその A を表すことにしましょうというふうにこうルール定義をします。で、この時のそのに表す A をですね、 A をこの A0 から AK-1 というワードで表した多倍長の数ですよっていうのをこのように表記します。まあ、大括弧で区切って A の0から A の K-1 とを並べていったもので、この整数 A がですね、こういった多倍長数ですということを表記をします。一応注意点としましては、その実際の桁の上位桁、下位桁の並びと、それからこの A を表記した時のこう A0 から AK-1 の並び方がこう逆になっているという点に注意してください。表記では A0 を最初に持ってきてますけれども、実際の桁では A0 がまあ、ビットの列だと一番右側、すなわち最下位の桁に来るという点に注意してください。で、次に、まあ、A をですね、その A の0から A の K-1 という各ワードの整数を使って先ほどのように表しますと。で、今度はその A の0から A の K-1 という各ワードの整数をどのようにメモリに格納していくかということを決めます。で、ここのテキスト、まあ、授業では、まあ、現実にはいろいろな定義があるんですけども、一応この授業の定義ではこのようにメモリ A の各ワードをですね、メモリに格納します。まず最初のワードにですね、この K ですね、 K というのはこの今表している多倍長数 A の長さでしたけれども、この K を最初のワードに格納します。で、それから残りの K ワードですね、この K ワードのところにその実際の多倍長数を構成する A の0から A の K-1 の各ワードの値を格納していきます。これによって K ワードの長さ、 K ワードの多倍長数をメモリ上で表現するのに何ワードを使うかっていうと、もともと数を表現する K ワードにですね、この多倍長数の長さを表すメモリ1ワードを使いますので、合計 K プラス1ワードを使ってこの K ワードの多倍長数をメモリに格納するということにします。まずこの点確認しておいてください。その実際に表されるですね、多倍長数の長さとそれをメモリに格納するときに何ワードを使うかっていう、このメモリの使用量が異なるという点に注意しておいてください。さて、そうしますと、まあ、今ですね、その A が K ワードだっていうことを知っていて、今その K ワードで表される多倍長数 A のをメモリにどう格納します、うんぬんという話をしたんですが、現実の世界ではまず最初に大きな整数 A というのが与えられてですね、で、じゃあその A っていうのは一体何ワードを使って表現されますかっていうところを数えるところから考えなければなりません。そこで、じゃあまず A を2進表記するのにその何ワード必要かっていうところから見ていきたいと思います。で、そうですね、与えられた数の桁数を表現するのには、まあ、対数関数を使うというのは皆さんよろしいかと思うんですけれども、で、今回はその2進表記をしたいので、その A をその2進表記した時のそのビット列の長さをですね、求めなければなりません。そうしますと、まずこのその時のビット長というのが A プラス1のこのログ、このログは2を定とするログとして一応テキストで定義されておりますが、
A プラス1の2を定とする対数のシーリング関数ですね。ですから、これよりも大きな最小の整数という形で、まず A を2進表記したときのビット帳が求まります。で、今度はその、まあ、ビット数が求まったというので、まあ、A を2進表記したときのビット数がこう求まりましたということなので、次にこれをこうワード数で考えなければなりません。まあ、大体その各計算機のワード数というのはそれぞれ計算機によって決まりますので、まあ、1ワードが N ビットの時にじゃあ A を2進表記するのに必要なワード数というのはいくつかっていうと、もともとのこのビット帳の元になった A の1のログを、まあ、N で割ってですね、でそれを超える最小の整数で表すことができます。でこの値のことをですね、以降ではその len a というふうに書きまして、まあ、len というのはこの a の長さ、len数の頭文字とおりましたけれども、まあ、この1ワードが n ビットの時のその a を2進表記にするような必要なワード数のことをこの len a というふうにこれから表します。ということで、まず、A を2進表記するのに必要なワード数なんですけれども、まあ、A 自身をその、表現するのに、まあ、A の長さ、len A だけのワード数が必要 で、これに加えて先ほどメモリーに格納するときには、このワード数を1ワード、ワード数の K ですね、このワード数を1ワードの分使ってここに格納しますと言いましたので、この len a の値を格納するワードとしてもう1ワード使うことになります。で結果として、まあ、今回のその定義でですね、この a を2進表記するのに必要なワード数というのは、この len a プラス1ワードということになりますので、確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。